みなさんこんにちは、関西圏のカンナです。はい、今日はカンナ一人でね、あのツバキいるけどね、ツバキいるけどね、一回モグさんがね紹介してくれたやつをカンナが今度は一人で作ってみます。いくよ、カンツバキチャンネル始まるよ。はい、まず材料、あれだね、カスタード系のバニラヨーグルト350、卵2個、砂糖40、ホットケーキミックス100、油大さじ1で、パパがチーズ2枚入れろって言うので、これプラス、うん、こっち2枚入れてみます。ね、これを炊飯器の中に全部入れるだけ、これね入れるだけ。はい、じゃあカンナ入れてこう、はい、ゴー。はい、卵。あ、混ぜるのね。えらいね。えらいね。一回混ぜるのね。えらいね。あ、いいんじゃない？いや、まだ。まだ。じゃあちょっと混ぜたのにね、入れ、後で見ようか。はい、まだ卵しか入れてません。はい、ここに、はい、砂糖入れるよ。はい、砂糖40。はい、はい、ヨーグルト入れちゃうよ。それパチャーンで、バイタね、空っぽ。あ、ちなみにね、そう、ヨーグルトもちょっとモグさんと違うやつで、これ350ちょっきりだったからいいかなと思ってこれにしました。で、ホットケーキミックスカンナ入れてくれる？これ、うん、取れる？よし、気をつけてね。あ、そうか、全部バーッと入れないの？ちょっとずつ入れんのそれ、うん、丁寧だね。かんな、学校で習ったの？ん？あ、自分で考えたの？うん、うん、ちょっとずつ入れるって？うん、でもなんか粉落ちそうなんだけど、こっち、えっ、ちょっとこぼれない、こぼさないでやって。ちょっとずつ入れるのはいいけど、いい？待って、まだ？じゃあ混ざったらどうですか？混ざりましたか？うん、はい、オッケー。したらこれ炊飯器に入れちゃいましょう。お願いします。えい、パコン。はい、じゃあいつものご飯を炊くようにスイッチオン。え、ケーキない？ケーキはない、ないと思うんだけど。ケーキって書いてあるんだ、炊飯器あんの？うん、あ、あるんだ。はい、うちはないので普通に炊きます。じゃあ53分、うん、53分経ったら出来上がり。じゃあまた出来上がったら見せます。はい、ほんで3時間放置しました。パパ、わー、出してみましょう。よいしょ、ちょっと冷やして後で食べます。はい、さあ出来上がりました。お、結構美味しそうでしょ。上手にできたね。あ、なに、もうなに、乳糖ですか？ちょっともうパパ帰ってくるの遅くて、この時間になっちゃって、まあ、分かんないわな。はいはい、お、綺麗なあなた。でもあれだね、モグさんに教えてもらえてよかったね。これ2個目だもんな、作るのね。
モグさん、わかるか、お前。なんでよ。たまに一緒に動画見てるべ、お前。まあ、いいか。はい。よいしょ、ちょっと遅えわ。ちょっと、はい、ちょっと貸して。よいしょ。おっとっとっと。はい、こんな感じでした。こんな感じでしたって。どうでしょう、モグさん、これぐらいでちょうどよろしい。あ、結構だけど、本当に美味しそうにできてるけど、大丈夫か、大丈夫かっておかしいな。はい、じゃあ食べてみてください。そう、自分で作ったチーズケーキはどうですか。何も言わずに二口目。なんか言えよ。さあ、パパも食べてみましょうか。ほい、お、やっぱりあ、やばい、香りはめっちゃいいぞ。うまいな。うん、モグさん、お世辞抜きでうまいっすわ、ほんとに。あれ、これレシピ通りに作ったんだっけ。チーズ2枚入ってる。チーズ2枚入れたんだ。うんうん、うまい。うん、でもていうかほんとに普通にうまいよねえ。カンナも知っての通り、お世辞は言えないんで。いや、うん、うんうん、炊飯器で作るとなんか若干ね、嫌なのが、なんつうの、塊みたいのが残ったりするんだけど、結構上手にできてる、これ。うまい。モグさんもカンナもやるな。初めてのチーズケーキどうですか。2回目か。上手にできた。うん、本当に美味しいんだこれね。うん。じゃあ、YouTube のお母さん、モグさん、ありがとうございます。じゃあ下に一応モグさんのリンクも貼っときますんで、もしよければ本当の動画も覗いてみてください。さあ、これあれだ、好きな男の子にでも作ってやれ。はい、締めましょうか。うん、あ、口の中に入ってる。グッドボタンを押してください。チャンネル登録をお願いします。次の動画を見てください。バイバーイ。大成功でした。